これはディアンヌのギデオン。本当にあったな。さあ年に一度のバイゼル喧嘩祭りが始まるぜ。武器の使用は一切不可。拳と拳で語り合いたい野郎どもはすぐエントリー。優勝者には金貨100枚と副賞としてこの巨人の潜水もプレゼントだ。野蛮な祭りだな。ねえ団長、当然エントリーだな。白黒つけるか。おい出場するぞ。オイラはやだよ、これはガキの祭りじゃねえんだ。引っ込んでな。話がよく見えねえんだけど。おっさん、野暮なこと言うなよ。祭りだろ。てめえち、俺が3年連続優勝の大勢としての行動だろうな。さてね、何しろ毎年仕事に邪魔され続けて、いやーやっと念願の初参加だぜ。ま、楽しくやろうぜ。どっかで見たような。ではこれより喧嘩祭り予選を始める。参加者は闘技部隊。あの若造、ディアンヌと留守番してたかったな。さて、じゃあディアンヌの神器を取り戻すとするか。やはり現れたね、七つの大罪。グリアモール。御意。